よつやさん、何年間も付き合いがあったのに、なんかね、いまいちビジネスに取り組めませんでしたっていう方、確かにいらっしゃるんですよ。で、これ全員に言うことではないんですけども、たまにね、この人にはこう言った方がいいかなと思うので言うことがあります。それは、まあ、忙しくてビジネスに取り組めなかった3年間、4年間過ごしてこられたということは、その3年、4年、ビジネスでは結果が残せなかったけども、なんかものすごく、忙しいぐらい打ち込んだことがあったんですね。どんなことなんですって聞くんですよ。そうすると、ただ時間が過ぎて、やらなくちゃやらなくちゃと思いながら何もやらずに今日に至るってことだったんですよね。つまりは、すごい無駄な時間を過ごしてきた。つまり、何に忙しかったのかわからないっていうことなんですよね。いやでもそういう人生も確かにね、40代、50代になったらあるんじゃないかなと思うんですよ。ただ日々がむしゃらにやってきたら、追われるように生きてきたら、何一つ終わってなかったなってことなんですよ、はい。まあ、そういう話をした後で、実は今日ね、節分じゃないですか。あの節分に出版される速稼塾の塾生さんがいらっしゃるんですよ。でこの方ね、去年からビジネスを始めた。そうですね、去年の12月ぐらいですよ、始めたの。だからまだね、3ヶ月目になってないんですよ。でも月収は27万です。じゃあその方、ものすごく能力高い方、ものすごく目立つ方、そうではないんですよ。その方は50代のシングルマザーで2人のお子さんを抱えてらっしゃって、難病を患っていて、プラスアルファうつでベッドの上から動けない状態だというところだったんですよ。そこで速稼塾に参加されて、そこからね、なんかやらなくちゃってことで手持ちのカードを使いましょうみたいなね、話もしたと思いますけども、できることで役に立てることはないかなと探したのが、人の話を聞く仕事なんですよね。人の話を聞く、つまり喋りたがりが多いんですよ。また自分のことをね、分かっていただきたいとか相談したいっていう切実な思いを抱えてらっしゃるけども、でも周りの人は誰も耳を傾けてくれないっていう、そういうね、あの寂しい人っているわけですよね。確かに寂しいですよね。本来だったら自分の周りにいる人、隣にいる人が真摯に耳を傾けて、忙しい中でも寄り添っていただければいいのに、そういう方がね、残念ながらこういう時代になかなかいないんで、インターネットを通じて話を聞いてくれる方お願いしますって感じで探しているところに、私が話を聞きますよっていうふうにね、その方がエントリーしたらしいんですよ。そうすると2ヶ月目でもう27万なんですよ。このぐらい人の話を聞くっていうニーズがあるんですよね。私たちはどちらかというと自分の話をね、聞いてほしい側なんで、オプトインって言ってね、自分の話を聞いてもらうためにお金を払いますよみたいな仕組みじゃないですか。で私たちはまあ、あのコンサルみたいな感じで悩みを解決するための費用をいただくっていうビジネスになってますけども、でもね、話を聞いてくださいと、お金を払うんでっていうね、そういう方がいるのも事実。まさに自分の思いを受け取っていただきたいと、そこに対価が発生してもいいですからっていう方がいるっていうことなんですよね。すごくいいビジネスで、やっぱ塾生さんでもね、それに影響を受けて同じように相談業務、人の話を聞く仕事に参入する人が増えたってことで、一人の成功がですね、多くの人に成功を分け与えてるんだろうなと思うんですよ、うん。この人ね、それで自分の体験談を出版することになったんで、それも自分で決めたんですよ。トントントンとね、出版出そうみたいな感じで今日出版らしいです。あの原稿を読ませてもらいましたけども、いい内容でしたね。こういった一人の何かの活動結果がですね、また新たな人の励みになれば本当にいいことないですよね。これからもいろんな塾生さんの実績報告、遠慮なくさせていただこうかと思います。いやだから50過ぎてからでもね、できるんですよ。本当に 2,3 ヶ月でいけるんですよ。こういうふうに出版するとかね、売り上げ上げるとかね、できるんですよ。人の話を聞くだけでできるんです。ということで行ってみよう。